エクセルヒュンダイエクセル、または、ポニーエクセルはかつて現代自動車が生産した乗用車である。ポニーの直接の後継車種であり、韓国では当初ポニーエクセルの名で登場した。ボディタイプは4ドアセダン、5ドアハッチバック、3ドアハッチバック、ライトバンがあった。メカニズムは三菱時効のもので、2代目ミラージュをベースとしており、 1.3L と 1.5L のエンジンはすべて、三菱のオリオンエンジンが搭載されていた。したがって、前輪駆動であり、これは、現代自動車のみならず、韓国車として、初めての採用であった。デザインはジジアーロが手がけた。ジジアーロデザインと三菱のメカという組み合わせは、ポニーと同じである。現代自動車の発展の基礎となった車種で、 北米で価格の安さから爆発的な人気を得た。また、当時高度経済成長下にあった韓国国内でも国民の所得の向上から乗用車が一般にも普及するようになったためベストセラー車となった。カナダでは一時期現地生産したことがあったが現地生産モデルは品質管理に問題があったという。ハッチバックのみならず4ドアセダンも韓国国内。 海外ともに人気を得ていた。なお、韓国で4度セダンは当初、エクセルの派生車種として、プレストと呼ばれた。エクセルは、マイナーチェンジを繰り返し、90年代に入っても、安価なことから売れ続け、1994年まで、生産が継続されていた。1990年から1995年まで、 販売されていた2ドアクーペのスクープはこの車をベースにしている。エクセル5ドア1985年2月5ドアハッチバックを発売。韓国では当初、ポニーエクセルの名称で登場した。同年7月に4ドアセダンを追加。韓国名はプレスト。1986年1月アメリカへの輸出を開始。現代自動車初のアメリカ進出となった。 1987年には、アメリカの三菱販売網にて、三菱、プレシスとして、販売開始。1986年9月、サンドアハッチバックを追加。韓国では、エクセルスポーティと呼ばれた。また5ドアの韓国名は、ポニーエクセルからエクセルに変更された。エクセル1989年、モデルチェンジした2世代目が登場。 セダンも含め、社名はエクセルに統一された。基本は変わらないが、外観は全体に角が取れた印象になっている。1991年にフェースリフトし、顔つきが変わっている。また、同年9月にサンドアハッチバックベースのバンが追加されている。1994年まで生産された。後継者はアクセント。オーストラリアなど一部地域では、 初代アクセントが、エクセルの名で売られた。プロジェクト、エクセルから1985。イタルデザイン。2020年10月26日閲覧。ビフォー N1。現代自動車。2020年10月29日閲覧。1986ポニーエクセルスポーティー現代自動車。2020年10月26日閲覧。当初は、 エクセルスポート当時、日産、スカイラインが、グレード名に、エクセルの名を冠していた。三菱、プレシスに関するカテゴリー。ありがとうございます。